はい、こんにちは。占い評論家の岡田雄生です。今日はですね、時々ご質問を受けます。東洋式の手相と西洋式とは何かを少しだけ、回答を兼ねてアップしたいと思います。現在日本は明治時代以降はよく当たるということで、西洋式ですね、キロさんという方が大成しましたが、キロ式手相術が行われています。その他に東洋式というのがあるんですが、その東洋式もいくつか分派がありまして、まず中国大陸系統のもの、それから香港、台湾を経由してきたもの、あと、江戸時代に日本でだいぶアレンジされたものというのがあります。で、日本でアレンジされたものの手相というのは、色を見ていく、手のひらの色を見ていく、そして、ちょっと父親とか母親とか家の家系図をこう考えるっていう、そういう特徴があります。で、ただ、ちょっと、何と言いますか、図面がですね、線については図面がちょっと、彫り師が間違えたと言われてるんですが、ちょっとずれてるところがありまして、線についてはあまり普及しなかった。ですから、日本は江戸時代までは、人相の国だった。で、補助で手相を使っていた。で、それをですね、並木星龍という先生が、日本式の手相の、良さの色の部分をもうちょっとこう解説して、で、彫り師が間違えた、版画師というんですかね、それを間違えた、線をちょっと修正して出した本が、この江戸ジャパン極意手相術ということになります。ちょっとね、この本もちょっと最近品薄状態ですので、もし日本式の手相に興味がある方は非常に参考になるんじゃないかと思いますので、ぜひ手に取っていただくと良いと思います。はい、ではまたアップいたします。